はい、こんにちは、ちずちゃです。本日17時半ごろ、モンスターハンターワールドアイスボーンの新アクション片手剣と双剣が発表されましたので、こちらのご紹介と分かる範囲での予想解説させていただきたいと思います。合わせて昨日発表されましたスリンガーアクションと体剣と太刀もご紹介いたします。それではまず片手剣。片手剣の連携アクションは3種類追加されます。まず1つ目、ジャストラッシュ。状態異常が通りやすい連続攻撃。タイミングよくボタンを入力したときは属性ダメージや物理攻撃力が上がり、ダメージが通りやすくなるだそうです。状態異常と属性ダメージ、どのように重複するんでしょうか。片手剣で総属性というのは考えづらいかなと思いますので、3つの可能性があります。まず1つ目、状態異常武器であれば状態異常が通りやすくなった後に物理ダメージが上がり、属性武器であれば状態異常は関係ないけど物理と属性ダメージが上がるという可能性。そして2つ目がスタンやひるみなどを状態異常と捉えている可能性。そして最後に自分以外のハンターからの状態異常攻撃も通りやすくなるという可能性があると思います。これは詳細欲しいですよね。続きまして、クラッチクローアッパー。抜刀時回避中に繰り出せるクラッチクローによる対中空攻撃。当てるとモンスターにしがみつける。こちらは回避の後だけに出せるアクションのようで、回避後にすぐ攻撃を出せるのでダメージ量にはよるとは思いますが、なかなか強力な攻撃になるんじゃないかなと予想しています。そして片手剣最後の連携アクション、通常打ち、強化打ち、切り替え。片手剣の強化打ちは通常打ちと同様、抜刀時であればいつでも発射できる。強化打ちは抜刀時のスリンガー構え中に切り替えることで発射が可能。納刀すると通常打ちに切り替わるとのことです。ボウガンの弾を変える時みたいな感じで切り替えれるんじゃないかなと思います。強化打ちというのはスリンガーの射程は短くなるんですが、ひるませやすくなるという打ち方です。続きまして双剣です。双剣の連携アクションは3つあります。双剣に関しては知識がないので触り程度にご紹介させていただきます。連携アクション1つ目、回避強化打ち。2段蹴り系の攻撃の後に強化打ちをしながら回避ができる。ひるみを狙いつつ回避後さらに攻撃をつなげることができるだそうです。強化打ちをしながら回避ができるので回避行動のついでに出すことができるということですよね。また回避後すぐに攻撃につなげられるというのはかなり爽快感があるんじゃないでしょうか。連携アクション2つ目、特殊なクラッチクロー攻撃。鬼人化中回転切りの後に繰り出せるクラッチクロー攻撃。大型モンスターにヒットするとしがみつき、ボタンの追加入力で回転切り上げに派生できる。この後ご紹介する回転切り上げ攻撃までの準備運動みたいなアクションなんですかね。そして連携アクション最後、回転切り上げ。鬼人化中のクラッチクロー攻撃から派生する技。クラッチ中武器攻撃と同等の性能を持ち、部位に傷をつけたり落とし物を落とさせたりすることが期待できるだそうです。モンスターに傷をつけると肉質が柔らかくなるという仕様がアイスボーンでやってくるということなので、リーチが短いので弱点に攻撃し続けるのが難しい双剣なんですが、こちらのアクションで傷をつけることにより武器が届く部位の肉質を柔らかくすることができそうです。ということで本日の発表の内容は以上なんですが、昨日動画の冒頭で軽く触れたんですけども、スリンガーの新アクションと太刀体剣の連携アクションの予想解説も合わせてさせていただきます。それではまずスリンガーの新アクションから。クラッチ中の武器攻撃。クラッチ中に繰り出せる武器による特殊な攻撃。攻撃した部位に傷をつけられ、傷がついた部位はしばらくの間肉質が柔らかくなり攻撃も弾かれにくくなるとのことで、こちら硬い部位や部位破壊を狙う場合に有効だそうです。クラッチ中の武器攻撃は武器種により大きく2つに分かれます。
体験、ハンマー、狩猟笛、ランス、スラッシュアックス、チャージアックス、ヘビーボーガン。こちらの重めの武器のグループはモンスターに傷をつけやすくなります。ダメージを与えやすくなるチャンスがより生み出せるようになるということですよね。そして片手剣、双剣、太刀、ガンランス、双中棍、弓、ライトボーガン、こちらの軽めの武器のグループ。最後に総括で申し上げますが、ガンランスはちょっと重そうな気もするんですが、こちらのグループはスリンガーの弾を落とさせることが期待でき、戦略の幅をより広げられるとのことです。スリンガーの弾があれば新アクションの強化打ちやぶっ飛ばしが使いやすくなりますよね。またわずかなんですが、モンスターに傷をつける効果もあるようです。続きまして、クラッチ中のクロー攻撃。頭部にクラッチ中、クローで攻撃してモンスターの向きを変えることができる攻撃です。モンスターをぶっ飛ばす方向を変えたい時に有効で、わずかなんですが傷をつけやすくなる効果もあるそうです。ただし怒り状態のモンスターには無効だそうです。そしてスリンガー攻撃最後、ぶっ飛ばし。頭部にクラッチ中、スリンガーの弾を全弾発射してモンスターの向いている方向にぶっ飛ばせます。ぶっ飛ばしたモンスターが壁に衝突すると転倒し、特定部位にダメージを与えることができます。また傷がついている部位にはさらに追加のダメージを与えられるとのことです。続きまして、体験の新しい連携アクション2つご紹介します。強化打ち。攻撃後に強化打ちが行えます。その後新溜め切りか薙ぎ払いに派生が可能で、強化打ちでひるませてから高威力な攻撃で追撃が狙えるので、なかなか当てづらかった新溜め切りを当てやすくなるのではないかなと思います。皆さんのご意見見てるとちょっと不評な感じもするんですが、かなり体験使いやすくなるんじゃないかなと個人的には思ってます。そして新溜め切りの強撃。柔らかくダメージが通りやすいモンスターの弱点部位に対し、新溜め切りの1段目を当てると2段目がより高威力になります。なので強化打ちの後にこの新溜め切りの強撃が使えるとなかなか強そうじゃありませんか。体験の2段階目のタックルの代わりに強化打ちを打って、その後にこの新溜め切り強撃が打てたとしたら、なかなか使い勝手上がりそうですよね。そして太刀です。太刀は3つあります。特殊ノート。攻撃後に可能な脳刀動作で、居合抜刀斬りか居合抜刀騎馬斬りに派生ができるそうです。この脳刀動作、侍みたいでかっこいいですよね。そして居合抜刀斬り。命中すると連携ゲージ自動上昇の効果が得られます。相手の攻撃に合わせて繰り出すと連携ゲージの自動上昇量が一定時間増加するほか、居合抜刀斬り中はひるまなくなります。続きまして、居合抜刀鬼神斬り。発動すると連携ゲージの色は1段階下がるが、高威力の技。相手の攻撃に合わせて繰り出すと連携ゲージの色段階を下げずに繰り出せるほか、居合抜刀鬼神斬り中はひるまなくなる。連携ゲージが赤のままずっと攻撃できるかもってことですよね。これもタイミングを間違えなければ強そうな気がします。そして最後に強化打ち。鬼神斬り後に強化打ちが可能。モンスターのひるみを狙いつつ鬼神斬りを繰り出せる。太刀もスリンガーのおかげで鬼神斬りを当てやすくなりそうです。それではここまでの総括です。モンスターハンターワールドアイスボーンの開発陣の方々がスリンガーをもっと強化していくとおっしゃっていたので、スリンガーの弾を落とさせる攻撃やどこにスリンガーが落ちてるかの知識が結構重要になってくるかもしれません。武器種によってはスリンガーの弾を増やすスキル、スリンガー装填数アップが日の目を見る可能性も十分に考えられます。あとガンランスだけなぜか軽そうな武器種に分けられているんですが、これもしかするとなかなか肝になる可能性もありますよね。ランスとガンスの差別化がより明確になる可能性もあります。
明日も発表があるはずなので、もしあれば順番的にハンマーと狩猟笛になると思うんですよね。今から狩猟笛の連携アクションが楽しみで仕方ありません。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。今後もアイスボーンの新情報を動画でご紹介させていただきたいと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。